おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のプロ野球ゆっくり情報のコーナー。世間はゴールデンウィークですね。さて昨日からカープとの3連戦、やっておりますけど、東京ドームってことで中継見れるぞ。例のジャイアンツ TV ってやつ？その通り、ジャイアンツのホーム試合だから配信ありだ。契約した甲斐があったってもんよ。つうか毎試合地上波でやらんか。楽しそうだな。野球をゆっくり見れる週末なんて超久しぶりだからな。昨日もナイスゲームで勝利だったし、ハヤト大活躍だったし、そりゃテンションも上がりますよ。昨日からすでに楽しんでましたか？最高だった。火曜も雨で中止だったし、木曜も試合なかったし、今週は野球観戦足りてなかったから。木曜は甲子園で試合やってたけど。いや木曜の試合は中止になりましたね。やってたよ。中止って雨も降ってなかっただろうが。なんか火曜の雨の影響でまだグラウンド濡れてたって。甲子園と近所の公園一緒にすんな。やれやれまったく。こんなコラ画像まで用意しちゃって。コラじゃねえよ。暇かき様は。しかしあれですね。いおりの今シーズン初登板は見事なピッチングでしたね。背景これでよくその話できるな。見ての通り木曜は試合あったからな。まあね。いっぱいはいっぱいだから。ようやく認めた。そして阪神もどんな勝ち方をしようが一勝は一勝だ。15点差つけて勝ったところで3勝分になるわけではない。残念だったな。もはやこちらの勝利みたいなもんだ。ポジティブ超えていかれた思考の持ち主。この画像はマリサが作ったの？暇なやつめ。こらじゃねえって。普通にスポーツナビのだけど。みんな大好きスポーツナビ。私も1日平均5時間は愛読していますが。暇なのてめえじゃねえか。今回はこのスポナビで気になった記事をいくつかご紹介したいと思います。まあ野球速報として使い勝手がいいのはもちろんだが、新聞の記事なんかのまとめサイトでもあるからな。そうです。今回は案件ということです。嘘です、知ってます。まず最初の記事がですね、今年からメジャーに挑戦の吉田正尚選手について、ここんとこすごい活躍だよな。バット振ればヒットやホームランの絶好調ぶりですが、マルチ安打の連続試合数が注目されてました。一試合複数安打が続いてたぜ。2安打以上すればマルチ安打となりますが、吉田正尚選手は4月23日の試合で2安打をしてから、4月26日の試合までマルチ安打を記録。4試合連続マルチ安打で打率も急上昇だぜ。5試合連続がかかった27日の試合でホームランを放つものの、安打はその1本のみで連続マルチ安打試合数は4でストップ。4試合連続ってだけでもすごいのですが、メジャーで5試合連続マルチ安打を達成した日本人選手は過去に5人います。まず現役のヤクルト青木選手。生粋のヒットメーカーですからね。あと西武ライオンズの松井和夫監督。3人目が岩村さん。そしてヤンキース時代のゴジラさんも達成してます。松井秀喜さんな。さて残りの1人は誰でしょう。これは簡単だぜ。さすがにイチローさんでしょう。ピンポンピンポン。イチローさんを入れた5人が5試合連続マルチ安打を達成したことがあります。すごいのがその数。5試合連続マルチ安打を達成した数はイチローさん以外の4人は1回ずつ。イチローさんが達成した数はなんと20回。レベルが違いますね。まさに異次元。ちなみにイチローさんは7試合連続までしたことがあって、その数は4回だそうです。そりゃ3000本打ちますわな。続いてはこちらの画像を見てください。これは野球速報の見慣れた絵だな。その吉田正尚選手が所属しているレッドソックスとオリオールズの試合速報。何気なしに見たんですが。すんごい高めに手を出すなぁと。まあ確かに。初球に3球目も。で追い込まれてからも振ってますね。初球と3球目振ってませんでした。ストライクゾーンもメジャー級。そりゃ追い込まれたら振るわな。以上、気になった記事でした。最後の記事じゃないですね。今回のおまけ記事のコーナー。阪神木浪が攻守で青柳を救う。打っては先生のセンター前って記事だ。って記事だ。ではプロスピやっていきます。前回原さんを狙って契約消息もあと一歩届かず。一歩とかねえから。紙一重。なので仕方ねえ。今回はこいつを回します。ガチャかいいねえ。30連しますわ。エナジー効率を考えれば10連でランキング走る。もしくは A ランク確定スカウト回してランキング走る。そっちの方がお得なのは分かってますが。ではなぜ30連を。ランキング走りたくないからだ。10連だけの方がお得？ A ランク確定がお得？時間かかるっつーの。何がお得か全然お得ではない。私はエナジーで時間を買う。一応無課金っての売りにしてるんですが。30連で引き当てるぞ。消費エナジー750エナジー。それが最もお得ではないか。引ければね。よしでは早速。称号していきます。なんでだよ。高梨氏の育成終わったから。ちょっとくらい付き合えよう。
QA にするだけの簡単なお仕事だ。高梨 C が QA じゃないと今後に影響を及ぼすのでね。早急にやる必要があるわけ。まあ速攻で終わるから、極意書なんか使わないよ。星3以上で QA 超えればいいかな。はい、いきなり星3以上、3級でーす。請求上がったな。3級でーす。請求 B もいいけど QA にしたいんや。どんどんやっていきましょう。極意書も溜まるからね。そういう意味では一発で決まらなくてラッキーかな。嘘ですでしょうね。星2以下はやだ。ザ中途半端。QED だし請求 C だし。何が高騰しか。まだまだ余裕ありますから。星3以上で QA。ここは譲れんぞ。やめろ。あ、全力投球は QA になるぜ。星2だからダメだ。狙うは星3以上の称号。ここは心を鬼にして星3キープで。せっかく QA になったのに。そんな保険はいらん。星3以上出せばかなりの確率で QA になるはずだ。まず星3以上出すのが大変なんだけどね。黙ってみてろ。カーンやめー。丁寧な投球をして。QA 超えるか。全力投球取っておけばよかったのに。黙ってみてろ。ほらキュピン。よし、鉄腕いただきました。見たか私の実力。高いハードルを超えていくー。急やがんねえじゃねえか。少しは把握しとけよ。何自信満々に言ってるのかと思ったわ。減ってきちゃった。全力投球キープしとけばよかった。ささ。全然速攻で終わらねえじゃん。ちょいちょいちょい。黙ってみてろ。星3以上 85%。 これで決まる。せっかく貯めた極意書が。まあそうでしょう。よし、鉄腕いただきました。学習しろや。あ、ダメなやつか。なんでやー、9位プラス2が遠い。全力投球でやめとけばよかったのに。まだ1点の柿様は、こちとらもう禁断の極意書解禁までしちまってんだ。いつまでも過去のことグダグダ言ってんな。もう行くとこまで行くしかねえんだ。 15% 引いちゃった。ひどすぎる。極意書使って星3以上引けない始末。一応圧倒的な9位でも A 超えるけど、極意書4枚使ってこれは寂しいな。もうこれでいいや。ここに来ての妥協。ほら、QA は達成したから。なんか大失敗みたいな空気だけど目標達成してるから。さすがにこの空気は感じてると。やったー、QA だー、ついにやったぞー。以上、称号の絶対にやってはダメな例でした。皆さんはちゃんと計画立てましょうね。切り替えます。ではタイムスリップセレクション。セレクションしていきたいと思います。30連な。もちろん原さん引いたら10連でも終了だけどな。S ランクの 50% で TS 選手だ。A ランクは 30% で TS。ランキング走ることを考えると少しでも TS の選手引いてイベントボーナス稼いどきたいな。それはそうだが。願いは一つ。全力でランキング走りたくない。心込めてますね。調子くん、絶好調。ではないと。OK、この投資からただならぬオーラを感じないと。これは S 厳しそうだな。と油断したその時だった。何も起きないと。生意気笑顔キラーン。ないと。いいぞ。今岡さんの A ランク。ボーナスゲットだな。全力で走りたくないんですがね。ついでに最後も。通常でした。あ、そうそう。イベントボーナス云々よりだな。内原さんの A ランク1枚も持ってなかったわ。前回 TS で登場した時は霊夢まだプロスピやってなかったか。完全に2、3枚持ってる気でいた。というわけで原さんの A ランクも欲しいわけです。
限界突破コーチにそんな余裕もないしな。ちなみに累計報酬の A ランク契約書からは引けなんだ。頼むぜマジで。累計報酬の A ランク選択契約書は2枚だから、極みにするには原突コーチが3枚必要と。原さんの A 引けるだけで相当でかいぞ。今度こそ虹色オーラを。いいぞいいぞ。緑からのノーボインレイ。まあ S は無理でも原さんの A ランクに期待だぜ。A ランク引いての 30% だからな。からの12分の1、たかが A ランク果てしねえ。生意気笑顔キラーン。1枚目。A ランク武田 TS、ゲットだぜ。やるねえ。イベントボーナスは順調に稼いでますよ。いや全力で走りたくないですが。伏見伏見からの。ダメか。ラスト A ランクは。最速165キロ男。最速165キロ男の通常でした。さあ30連目。S ランクタイムスリップ選手確定だぜ。原さんを引くんだ。そしてだらけた週末を過ごすんだ。ついでに原さんの A ランクも3枚引くんだ。それはさすがに無理でしょうね。そしたらイベントボーナスなんかいらない。750エナジーぽっきり。完全なる勝ち組だ。そして関係ないのにたまにランキング見たりして過ごしたい。ひねくれた週末の過ごし方ですね。流れ星いいじゃない。全力で自チーム確定演出を。ねえか。絶好調。さあお待たせしました。ここは S 確定してますから、本日最初で最後の。ボインレイ、素直にボインレイ。次超大事だぞ。皆さん準備はいいですか？言わないよ。それではご一緒に、せーの、弾け飛べー。いや思ってたのとも違うしよ。当たらねえしよ。でもこれに前引きですね。やったぜキラーン。しょっぱなー。S ランク武田 TS、ゲットだぜー。強一ですね。TS 引けたのに。まあ、なかなか厳しいわな。でもボーナスとしてはかなり有利になるぜ。走りたくないリュートルがな。まだ1枚目。3枚引きがあってもおかしくない。ねえな。ではラスト確定分。ここで引いてこその動画配信者と。貴様無理だと思ってるだろ。暴れた？行くぞ。願いを届けはい、休日終了。どんまい。そんな出来事があってさ。あ、後日談的な設定？結局ランキング走ってますよ、まったく。まあ30連しただけあって。収入ボーナスは 505%。久しぶりに A ランク限界突破なんかして細かく稼いでます。A ランク限界突破コーチはあり余ってるからな。そのおかげで3万以内はかなり簡単に入れた。あ、これは土曜のお昼時点ですね。連休に入るからな。ここからの伸びが怖いとこだぜ。ほんと皆さんどこか出かけた方がいいよ。せっかくの連休なんだし、必死だな。天気も最高みたいだし、明日雨らしいけどね。30連で750エナジー使って、ここまでイベントで300ちょいくらいかな。すでに1000以上消費か。これエキサイティングは無理っぽいよな。どうだろうな。いや別に回せるだろうけど、そうするとこの後の TS がきつくなる。まあエキサイティングはスルーで通常 S を集める感じになるかもですね。とまあそんなわけなので、ランキング頑張りますわ。はい頑張って。貴様はいつまでいるつもりだ。邪魔者はされ。TS 契約書でも引いて動画作るか。